皆さん、こんにちは。犬ぷんチャンネル、犬ぷんです。はい。チャンネル登録、そして各種 SNS のフォローいいね。よろしくお願いいたします。はい。本日はですね、とあるものが届きまして、フィギュアなんですけども、それをね、ちょっとご紹介をしていきたいなと思います。はい。もう早速ね、映しちゃいましょうか。はい。こちらですね。よいしょ。お待たせしました、グッドスマイルカンパニーさんから発売されました後藤七海目、中野一花ですね、一花お姉様、これのねデートスタイルバージョンのフィギュアが届きました。もうすでに私の別の動画で先行して、発売されてますミクちゃんとニノちゃんと、つい先のと4つですね、はい、そちらの方ねご案内してるかと思うんですけども、今回ね私の利用してある位置からね、届いたということで、早速見ていきたいなと思います。はい、で、パッケージの方をね、ちょっとこうざっと見ていきたいと思いますね。はい。いやー、もうこれいいですよね。はい。いやーもうね、言うことないですよね。一花お姉様。やばい。これはやばい。これいいねー。はい。お顔の造形もね、しっかりしてますね。はい。まあ、他のね、ミクちゃんからついでのキャラクターすべてやっぱりいいですね。で、一花もこう、綺麗です。造形も、彩色も。で、髪の毛ね、ちょっと前の方がね、明るめの黄色っぽい感じのトーンですね。ピンクと黄色が混ざった感じのグラデーションが入ってます。で、ここね、細かいんですよね。このネックレス、こんな細かく造形してるんだっていうぐらい。わかりにくいかな、この距離。ね、細かいですよね。でね、このコーヒーね、これ多分風太郎にあげるやつだと思うんですけど、これもね、忠実に再現してですね。で、これ多分自分で飲むやつですね。で、まあ、今回のね、デートスタイルバージョンって、私ね、全キャラのこの衣装がね、めちゃめちゃ好きなんですよ。まあ、おしゃれなんですよね、普通に考えて。で、この、今、一花が着てるセーター、ニットですよね。これもね、すごいんですよ。ちょっと動画で伝わるかどうかわかんないですけど、現物はね、本当のニット着てるんじゃないかなっていうぐらいの、ちょっとニットの素材感がね、すごい伝わってくるんですよ。樹脂なんですけど、こういうとこね、コートからちょっと出てきたところとかね、よう細かく再現してんなって感じですね。はい。で、このね、デニムのショートパンツとか、ショートパンツじゃないこれ。スカートですね。ね、これもいいっすね。このシワとか、デニムのね、再現度もいいっすね。結構ね、僕ね、このデニムのね、彩色とか造形とか結構気にするんですけど、これもやっぱいいっすね。さすがグッドスマイルカンパニーさん。このグラデーションとか陰影の入れ方とかね、もう最高でございます。で、ちょっと裏を見ながらコート全体を見ていきたいと思うんですけども、このロングのね、トレンチコートかな？はい。すごいですね。この風になびいてる感とかね。で、ちゃんとここにね、シャドウとか、グラデーションがちょっと、一花のね、イメージカラー、髪の毛のイメージカラーかな？ピンクをちょこっと施されたりとかしてるんですね。で、こういう襟元の折れとかもね、すごいリアルですね。はい。で、なんといってもね、バッグもね、また細かいんですよね、今回も。はい。ね。ちょっとね、この革感をね、出してる感じで、お姉様感が非常に伝わってくるコーディネートでございます。で、足元はね、これショートブーツですね。はい。これも可愛いですね。いいですね、これ。で、ちょこっとね、このブーツから出たソックスまでね、綺麗に再現してるね。ちゃんとね、細かく、これもね、グラデーションとか全部細かく入れてるんですよね。このブーツのね、このシワの入れ方ね、これもリアルですね。本当にこういう感じになりますよね。作り方いいですね。はい。で、ここは、はい。自主規制エリアではございますが、ちょっと見えないですね。はい。うまい具合に見えなくしてますね。一花の場合ね。はい。見たい方は買ってください。はい。という感じでね。一花のね。はい。こっち、スケールフィギュアになりました。いいですね。これ現物の方がいいですね。デコマスの写真とか、ね、結構見たんですけど、現物の方がいいなっていう感じはしました。はい。やっぱ一花は立体化すると結構いいですね。
なんかね、髪が、わかんないですけど、髪の毛の問題なんかわかんないですけど、写真だとね、なんかあんまりね、あれっていう時もたまにあるんですけど、現物見るといいなって思いますね。で、台座は、今までと同じく、こう石畳タイルみたいなやつですね。で、一点座材ですね。はい。はい。っていうかね、こんな感じでね、一花のフィギュアになります。ちょっとね、こうざっと見ていきましょうか。これいいね。ありがとうございます。はい。で、このシリーズは結構安く出回ってるところもあるんで、まあ、これからね、新しい一番くじとかも出る予定ではあるんですけども、必ずね、これはゲットしておいた方がいいと思います。一か推しの方はマストバイだと思うので、これは絶対に買っておいた方がいいと思います。これ、こちらのフィギュアね、残念なことに定価割れしたりとかっていうところで、どういう評価されてるのかなーっていうのはちょっと私もね、疑問には思ってます。ね、クオリティすごいんだけど、まあ、非常にね、多く生産されてる、出回ってるっていうところもあると思います。で、まあ、一時のその、ごとえめのめちゃめちゃブームっていう時に比べると、熱量っていうのはね、やっぱりその、にわかファンっていうのかな。まあ、ちょっと抜けてたりとか、どうしてもね、そのアニメコンテンツって熱量のね、この波とかっていうのはやっぱり出てきちゃったりとかすることはあるんですよね。まあただ、これはね、持っててもね、絶対価値のあるものだと思います。数年後ね、また、あれやっぱ良かったよねっていうことにはなると思うので、ぜひ持っといてほしいフィギュアの一つだなと思います。他のね、ミクちゃん、ニノちゃん、四つ葉のね、フィギュア紹介もね、別の動画でご案内しているので、ぜひ見ていただければなと思います。で、残すはね、いつきちゃんになると思います。いつきちゃんは来月、12月。もう年内全部、五つ子ちゃん揃う感じだと思うんで、またね、五つ子ちゃんもレビューさせていただいて、で、その後ね、全員揃ったポージングとしてね、動画なり SNS とかでね、ご案内していきたいなと思います。はい、ということで本日の動画はグッドスマイルカンパニーさんから発売されました、5等分の花嫁ですね、6分の1スケールフィギュア中野市かデートスタイルバージョン、こちらはねフィギュアの開封レビューとなりました。はい、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録と高評価コメント、そして各種 SNS のフォローいいね、メンバーシップ登録の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。